はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の図形シリーズ第28弾やっていきましょうで問題今回にもありますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ね1番の方からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。では画面下げますのでお待ちください。いくよ よっバシッ <laughs> これねバシッて決めたいなっていつも思うんですけどねなかなかうまくいかないでは参りましょうあで今回1番が照明なんですよねあ照明だからもういいやって思ってるそこのあなたはいまず座りましょう <laughs> この照明はねできれば得点源にしてほしいあの数学苦手な方もねと思ってますんではい座って説明聞いてくださいよろしくお願いします では今回円を使っていきま,すでまあこの時期なんでまだ勉強してない方もいるかもしれないんですが先に言うと円周角の定理を使いますほぼ受験の問題でわざわざ円を使ってる円を出してきたってことは円周角をほぼ使うだろうなと思ってください使う方が多いんでねでまあ円周角の定理ってんだっていう方は今回右上のびっくりマークか下の概要欄にリンク貼っておくのでそこでまあ基礎問題だけでも確認してもらえたらと思います で問題に戻るとですねまず AB=AC イコール、AC、だとここね AB と AC が同じになっている等しいとねでえっとこっちに D を取ってまあ DAB と BAC の関係はちょっとまあ置いときましょう特に使わないのででえっと EAC と DAB 角度ね EACEAC、e、なんでここですここと DAB なんでここです この部分の角度が等しいじゃあその時に三角形 ADE ですね ADE ちょっとこれ出しとこうかな ADE まあこんな感じになってるかなこいつと ABC ですねここですまあ AD e ここねこの部分ちょっと外に出しましたけど この二つが掃除であることを証明しなさいと。で、まず掃除条件3つありましたね。まあこれはもちろん覚えておかなきゃいけないんですが、掃除条件、あ、ご、そう、いいんだ、掃除条件っていうのは、辺の比、もしくは角度を使ってやっていきますよね。アイテムとしては辺の比か角度です。で、その全部っていうわけではないんですけど、受験問題で掃除の証明しろっていう時、まあ8割9割。 80%から90%以上の問題は2組の角度で証明をしていきます。あんまり見ない辺の比を使うことって。でしかも今回の問題に関しては辺の長さ出てないんですよね。どっかが3センチです。 どっかが 6cm ですと長さを出してくれれば 3cm と 6cm を比べて1対2ですねじゃあ同じく1対2になるとこを探していこうかななんていう作戦を立てれるんですけどないじゃないですか今回っていう場合はほぼ角度で勝負しますだから得点源にしやすいんです掃除の証明ってやりやすいのねじゃあこの2つの3赤のね三角形から2組2つね角度同じとこを探しに行こうって考えます でどこかっていうとまず1つ目やりやすいのはここです。まあ、今ここ、ね、このここねの場所とここですこの2箇所が等等ししくくななります等しくなるでこれが何でだろうって思った時にスタート地点あこれ円周角の定理なんですけど自分がよくスタート地点っていう説明をするんですが同じスタート地点から出てる円周角なので等しくなりますと。等しくなる でこれは、まあ、さっき言ったように是非ねあの右上のびっくりマークから見てほしいとこなんですけどあと概要欄からね見てほしいんですがちょっと今回右のね2番でも番書使うのでちょっとちっちゃく書きますね円があるじゃないですかの時に2箇所スタート地点を決めるわけです円周上にそっからこうピーって引いて外に角度を作りますよねこれを円周角と言います円周角 同じスタート地点から出てれば、こういう角度にしようとも、こうしようとも、全部角度は同じになるんです。これは円周角の定理の一番基本的なやつ。で、今回はちょっと横になってますけど、A と C っていうスタート地点からピーって出てるのはこの×。A と C から出てるピーって出てるのはこの×。つまり同じスタート地点から出てるから×は同じ角度になるでしょうと。 いいかなこうやってやっていきます。で、もう一箇所。もう一箇所はどこかっていうと、この部分です。上です。つまり、ここでいうところの、ここですね。ここと、右側の、ここです。この角度が同じになると。で、これは、えー、よく使う技ですけどね、よく使いますけど、えー、っと、これ、丸と丸、一緒じゃないですか。で、間の細長い、ここの部分。 この部分をちょっと四角ってしときます。青で。今、左側のここ見てください。各 DAE です。DAE って、左側の丸たす四角じゃないですか。DAE は、左側の丸たす細長い四角。つまり、ここの角度っていうのは、印で表すと丸、丸たす四角になってます。右の角度行きましょう。各 BAC。こっちの三角形です。 ここの角度も同じく丸足すす四角になってますよねもともとその過程で丸と丸が等しいですよって言ってくれてるから等しい丸同士に同じ四角を足せば当然同じになるじゃないですかだから同じなんですこことここあとはそれをちゃんと言語化する証明のねルールにのっとって書いていけば確実に得点が取れるっていうタイプですじゃあそこをやっていきましょう あで今回あれだね証明のえっとなんか証明術教えるのすごい好きで証明の動画ちょっと頑張って撮ったんでそれも貼っておきます証明の書き方がちょっと不安な方はねまた同じくビックリマークか下の概要欄から飛んでみてくださいでは行きましょうまずですね最初宣言します宣言っていうのは今から私はこの三角形とこの三角形について考えるんですよとで ADE と ABC に対して証明しろって言ってるからまず三角形 ADE と abc に置いてまあ、ここはいいですね日本語何でも大丈夫ですけどここに掃除マークを打ったら一発でバスですい証明したいこと結論として言いたいことを1行目に書いたら×食らうので必ず「と」にしてくださいこの三角形とこの三角形について私は説明していくんだと証明していくんだという宣言ですじゃあ書いていきましょうまずバツが楽だねでここはさっき言ったスタート地点ここここに対する円周角これは コ AC ですねまあ、これを書くといいので AC に傘をかけると「こ」「AC」です「こ」ね「こ」「AC」にって書いた「こ」「AC」のまあ書き方はいろいろあると思うんですけど自分の書き方でいきますね「こ」「AC」のこれの円周角が同じになるから円周角より左の三角形からいこうか「角」「ADE」 今ここです各 ADE ねイコールこっち各 ABC これでまず1個目のアイテムがゲットできましたとでもう1個はさっきのあれですね丸と四角のやつですでここも書き方いろいろあると思うんですがまず丸が同じっていうのは仮定で言ってくれてたので仮定よりここですね DAB 各 DAB イコール 角角 DAB EAC EAC だから、e、から、e、でここは番号振らなくても大丈夫なんですけどまあ自分はいっぱい番号振っちゃうタイプなので振っていきます。で今これが丸と丸が同じでしたよこれあの印書いちゃダメだよ本当は説明上で書くね「丸と丸が同じですよ」まず言いましたじゃ次にこの左側の角度が丸足す四角。 右の角度も丸足す四角ですよねってことを書かなきゃいけないので書く DAE 書く DAE ここね DAE は丸足す四角 DABDAB 足すその細長い四角のところは BAE にしときましょう。なんかさ照明の これ3番にしとくね。説明って、こういう風に記号があるからさ、一個一個見るのだるいんだよね。疲れるんだよね。ちょっとなるべく <laughs> 説明していくからついてきて。今これは、左側の DAE。この三角形が丸足す四角ですよ。ここ丸ね。丸足す四角ですよってことを言いました。じゃあ次右です。各 BAC は、 えっと右の、えー、どこだ EAC か赤い丸ね角 EAC 足す細長い BAE ですよとこれ4番にしときますこれも右側の丸足す細長い四角ですよねってことを言ったんですこの BAC がねでまとめます234234 より何が言えるかっていうと各 DA、e、と各 DAE BAC とが同じですすよこれ5番にしておきますはいこれちょっとついてきてると思う信じてますけどもう一回説明しますごちゃごちゃしてるからね何言ったかっていうとまず丸と丸ここが過程で同じですってことを書きました次に左の DAE ですここ DAE が丸足す四角ここのね丸足す四角ですよってことを書きました 次、右側です。BAC。この三角形も丸足す四角ですよってことを書きました。この三つを組み合わせると、これ、丸と丸一緒だよね、ここで。一緒です。同じ四角も一緒です。同じ丸と同じ四角を足してるから、この子とこの子は同じですよねってことを言いたかった。この DAE っていうのはここです。ここ。照明で使いたいアイテムね。BAC はここです。 照明で使いたいアイテム。つまり、×。ここの照明今ね、1個目で言った×と5個目で書いたここを言うことで、2組の角度が等しくなったから、掃除ですね。で終了。流れとしてはね。で、これアイテム揃ったんで、ここで、1と5ねあの。照明で使いたいアイテムは1と5だから、より、ちゃんと掃除条件きっちりね、書いていきましょう。2組の、 がそれぞれ等しいので掃除、えっと、条件ちゃんと発言したから掃除条件書いたので言いたかったこの、えっと掃除ですよってことが言えるから三角形 ADE と ABC ではい掃除でしたよと。 これで終了となりますいいかな特にここです、まあ、演習学もすごく大事なんですけどこの同じものに同じものを足して角度同じですよねっていうのは合同条件の時ねまあ掃除ですけど合同条件の時もよく使う技なのでこういう書き方を是非してみてくださいでもし塾の先生とかみんながね参考書とかでこういう書き方のがいいなって場合はこっちに合わせなくていいからね この書き方もありますよっていう例なのでそこだけはあのうまく対応してくださいんじゃ2番いきましょうで2番はですねえっと同じような条件でやってるんですが1個違うのが BAC が60度だとここですねここが60度になってますってことは何が分かるかっていうとまあ AB と AC 同じなんでねこれ角度あ長さ一緒でしょ ってことは長さが一緒の二等辺三角形でここを60度に設定すると三角形 A は正三角角形形 ABC は正になります長さが一緒でしょここ60使ってるんでもともと二等辺三角形だとさ定角のこの部分同じになるじゃないですか角度がねで横で60度使っちゃったから残り120度なんですよ三角形その120度を定角で2個で分けるから割るにするから当然ここも6060に60なるからここは全部正三角形ここもね になっておりますとでそうすると三角形 ABC と ADE が相似って今言ったじゃんか言ったのでこの三角形 ADE ここも相似つまり同じ正三角形だからね正三角形ここもなってる全部6 0度ですよってとこからスタートします。いいかなでですよその時に AO の半径が 4cm の時に三角形 ADC の面積を求めなさいです。 ターゲットはこここですこの三角形でもう一個問題文に「個 AD」と「個 DB」の長さの比が3対1になってるとここですねちょっと自分の図長さが明らかに違うんで許してくださいここの「個」の長さが3対1になってる。 さあこれをわざわざ書いた理由を考えましょうなんでわざわざ問題文問題作った人間はこれを提示してきたのかともちろん使うからですよねじゃあどこで使うかっていうとこれちょっと円周角の応用になるんですけど若干、まあ、これに比べるとね応用になるんですが今スタート地点 A と B でちょっと見てくださいさっきのこれと同じです AB この AB から外に円周角が出ております。A と B が で C がこの辺かこうやって円周角が出てますねで今円周角ここ60度ですこうなっておりますでですね「こ」を比で切ったじゃないですか3対1で3対1で切りましたここに D がおりますとそのこうやって線引きますね「こ」が3対1だったらここの円周角の角度も3対1になります これ覚えておいてください。円周角の使った時の外のこの比が3対1ならそこの円周角も3対1だと。つまり、えー、全部で60度です。ちょっと比の分け方が、えっと、どうしようかな ?4 分の3とか使うよりも図を使った方が分かりやすいか。3対1ってことは全部で4つに分けてますよね。3と1に分けてるから。ごめん、ちょっと小学校っぽい説明してるけど許して。 3対1っててつに分けておりますとで4つに分けて全体が6 0度なんだよね今ね全部で6 0度ってことは1つ分のパーツは何度ですかって考えたら60を4で割るから1 5度じゃないですか1 5度それを3つ分使ってるのが上1つ分が下つまり3つ分は 15×3 なので上の角度ここは4 5度になります。で下は1 5度ですね。 さあここでなんでですよここで覚えてほしいのがこの今回ターゲットの三角形 ADC いますよね書いておきましょうこいつちょっと特殊な図形でおりまして 60°45° ってなってるんだよねこの三角形って実はどっか一辺の長さが出せたらこの面積絶対求められるんですよ求められる そうっってなってなるのねでそれをちょっと覚えておいてほしくて、まあ、どっか一辺ゃこの斜辺だねここの斜辺とかを求められるといけると。で今回実際ここの長さが求められるのね。求められるで倒していきます。いいかなじゃあなんでここの長さが出せるかっていうと今この図で言うとここねここです。でここでポイントになるのがこの中心、まあ、半径が4ってわざわざ書いてくれたんですよね。 なんで半径わざわざ書いてるか当然さっきも言ったように使うからなんですよ。で今これちょっと引きましたけど線を中心から円周上に打ってるんでこの長さもこの長さも4になります。でここでポイントなのがここの角度90度なんですよね。90度になってる。なぜかっていうとまた円周角の定理に戻るんですがタえっと点がありますと。 外の角度が円周角今60度ですよねあ嘘です45でしたここはこっちだからねえっと D だったからごめんこうだ45度だとで円周角があって同じスタート地点から中心に打ったやつを中心角って言うんですが中心角は円周角の2倍です2倍だから 45×2 で90度ってことが分かるからここ90度なんですよそうするとこいつ 二等辺三角形ならもちろん44で分かってたんですが直角二等辺三角形なので三角定規なんですよこれ三角定規三角定規は比が決ままってますよねまあもちろん三平方の定理普通に計算してもいいんですが1対1対ルート2です1対1対ルート2もちろんちゃんと比でね比例式で計算しても構わないんですけどここの長さ4ンチなのでここの ルート2をかけたものがここの長さになりますえここの長さにルート2をかけると。だから4にルート2をかける,かけるのでこの長さちょっと消しときましょうか使ったからね。ここは4ルート2になります。4ルート2。いいってことでここが4ルート2が分かりましたと。斜辺の長さが分かれどっちかが分かれば斜辺っていうかねごめんここのね長さが分かれば出すことができます。でどう出すかっていうと。 ここに垂線を下ろしてくると水線ね90度の線を下ろしてくると何が発生するかっていうと60度90度なのでここ30度なんだよねはい左側せと三角定規になってます右側ここも90度だから9045でここも45になるつまり三角定規になってますってことはさっきあっちで三角定規やりましたね右の三角形はここが1対1 ルート √2 です左の三角,三角定規 30°60°90° なのは一番短いのが11対2対ルート3になりますちょっと丸にしちゃったどっちか四角にしたかったねなので辺の比が全部わかるので長さが全部出せるんですよ出せるでここが今4ルート2ってことがゲットしたから1箇所じゃあまずここからいきましょう えっと、2対1ですね。比例式でちゃんとやるんだったら、ここの長さ x って置いて、ここをね。えっ、ー、と、4ルート2対 x。4ルート2対 x が2対1っていう。これを解いて、なかなか外外で 2x イコール4ルート2。だから x イコール2ルート2と。やってもいいし、これ2対1だからさ。つまり2の1だから半分でしょ、こいつの。 だからこいつの半分で2ルート2の方が早いっちゃ早いね。気づけるならこっちの方がいい。はい、2ルート2です。下は。おっと、ちょっと、あ、もう入ってる限りね。で、ですよ次ですね。次にここ出します。ここ行きましょう。ちょっとこれ出しますね。ここは1対ルート3です。1対ルート3。つまり、この子にルート3をかけたものがここなんです。まあ、比例式使ってもいいけどね。だから2ルート2にルート3かけるから、 になって青の部分も出ましたとで青の部分が2ルート6なら当然ここも1対1で同じだからここも2ルート6ですよね。まあ同じようにこの斜めも出せるんですが今は放置しておきましょうなぜかっていうとこの三角形底辺はここです。高さはここです。底辺は2ルート2プラス2ルート6と分かりました。高さは分かってます。出せますよね。っていう流れで倒せます。これはね。 相手がちゃんと書いていくと、底辺2、2ルート2、プラス2、2ルート6。高さが2ルート6。三角形だからね、忘れずにかける2分の1、もしくは割る2をしてください。で、ここはまあ、2で約分しておきましょう。あとは、ルート6を配りますで。ちょっと右先に配りますね。整数になるから。2ルート6かけるルート6は、ルート6とルート6をかけると6になります。ルートは同じものをかけると、ルート外れるからね。つまり2、2かける6になるので、12。 プラス、左側にルート6をかけると2、2ルート12。ちょっとケアレスミスにしやすいから、この辺書いていい ?2 ルート12っていうのは、12が2ルート3ですよね。だから、もともといた2かける2ルート3って考えます。だから4、4ルート3。となって、ルートがついてないもの、ついているものは計算ができないので、これで終了です。平方センチメートル。 てなので円周角をもろに使う、えー、と問題にはなるんですがこの三角形で6 0度4 5度がこうね定角の部位に出てきた時はここの斜めのところの長さが1個出せると,、えー、と全部、あのー、こう崩して辺を出すことができますのでぜひねこの形結構出てきます高校受験だと。で見た時に「あの角度や!」ってなるからぜひね覚えておいてもらえると嬉しいです。 では今回はね高校受験対策の図形シリーズ第28弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございましょう。